文化功労者検証式にて、文部科学副大臣、横田ひな子から検証状を受領する、東京大学名誉教授、伊藤俊太郎文化功労者は、日本において、文化の向上発達に関し特に功績顕著なものを、指す称号。文化功労者年金法に定められる。文化勲章よりも多くのものが選ばれ、文化人にとっては、同勲章に次ぐ栄誉となっている。 文化勲章受賞者は、すでに亡くなっている人物を除いては、文化功労者に合わせて決定される。文子科学研究所所長、河井牧に対する文化功労者検証場文部、科学大臣が候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちから、文部科学大臣がこれを決定する。文化功労者には、就寝。 政令で定める額の年金が支給される。なお先行に国籍要件はなく、2014年末現在で、1978年の南部洋一郎、1999年のマリウスバーサス・ジャンセン、2002年のドナルド・キーン、2010年の大貞春の4人の外国国籍者が選ばれている。1989年に服飾デザインの森花へ、 1990年に、将棋の大山康春、水泳の兵道秀子。1991年に、グラフィックデザインの亀倉優作。1992年に、囲碁の坂田坂尾、野球の川上哲二。1994年に、漫画の横山隆一、洋画家の右岸節子。2012年に、サッカーの岡野俊一郎。 2012年にアニメーションの宮崎駿が選ばれるなど、平成時代に入ってから対象ジャンルの拡大が顕著である。2009年には元横綱の大砲後期が選ばれている。2018年以降は福原義春、茂木智三郎、滝久雄など財界人も選ばれている。受賞者の数は2017年までは毎年15人が原則であったが、 2018年からは文化芸術基本法の施行により20人に増員され、分野も文化振興やアートディレクター、メディア芸術、映画評論、照明デザインなどを拡大されている。日本国憲法第14条に栄誉、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権もともはないとあるため、文化勲章受賞者に年金や報奨金を支給することができなかった。 このため1951年に勲章とは別制度として文化功労者を設け、これに年金を支給することで実質的に文化勲章年金の機能を持たせた。終身年金支給額は文化功労者年金法施行令で定められ、現在の額は1982年に規定された年間350万円である。 2020年現在存命の受給資格者は232人で、総額8億円余り。1951年7月18日、文化功労者制度を検討した、文化功労者専攻審査会は、受賞対象者の年齢を70歳以上とするか、個人資産を持つ者への年金支給の可否についても、検討した。また、 年金に充てる予算が21人分しかなかったため、1949年に解散した、恩給金庫の余裕金の活用についても検討した。同年7月21日、文部省は対象年齢と個人資産に特段の制限をつけないまま、34名の文化、功労者を発表した。授与式は特に行われなかった。 文化勲章受賞者は原則として、前年度までに文化功労者として、検証を受けた者の,の中から選ばれる。ありがとうございます。